皆さん、おはようございます。ド天然ラジオ最終回出勤前の西山幸太郎です。北九州に行った時に、ちょうどクリスマスのイルミネーションの飾り付けみたいのしてて、クリスマスツリーの大きなキラキラデコレーションされたものと、ハートのオブジェみたいなやつで、なんかすごいラブリーなフォトスポットみたいのがあったんですよね。そこで写真を撮って僕がインスタに上げたんですけど、そしたらその北九州に住んでらっしゃる方かなが、そこは北九州の人でもなかなか一人じゃ撮れない場所ですよみたいな、よく勇気ありましたねみたいなことをおっしゃられてて、そっか、勇気出してよかったなって思いましたし。あ、梅原さんってこういうことをされるのかななんてことをちょっと頭に思いました。聞いてみたいと思います。梅原さんです。はい。おはようございます。同じく、ド天然ラジオ最終回出勤前の梅原裕一郎です。フォトスポットとフォかトあっスたポッら、はい。ト。あ、いや、撮ります、撮ります。顔出しパネルとかあっあ、やたりら、ます、やります。やる？やってインスタに上げるタイプですね。あ、本当ですか？ああ、インスタ？やってましたっけ？やってません。あれ、西山さんってインスタやってんですか？この前始めたんですよ。ああ、そうなんですか。やってへえ。みようかなと思って。はい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 。うん。そしたらね、まだ、なんか、なんていうの？偽アカじゃないんだけど、ファンページみたいなアカウントなんだ。それのフォロワー数全然超えられてない。あ、じゃあ現状フォロワー数だけ見たら西山さんが偽物み たいそうなですね。形になってしまっている。そうなんですよ。へえ。普通に名前で検索したら出てくるの？多分出てくると思う。か、まあ、へえ。西山ここにいるよっていうアカウント名でやってなるんんでだすけそど。の名前は。西山、こはこい。にいるよ。で、ローマ字でね。青山テルマさんみたいですね。みんなが見つけ出してくれたらいいなという思いで。あ、9、今のところ9,984。あ、もうすぐ1万人ですね。そう、早いですね。ありがたいですね。うん。ああ、爪、あ、ちょっと爪載せがてなんみか、たりと爪がか。乗ってますはい。ね。なるほど、なるほうん、ど。あ、じゃあ、もし、フォローしていただいても。いやいやいや、大丈夫です。見る用のアカウントですよね、きっと、それね、あ、今、そうです見てるのは。はね。い。全然フォローしていただいて、いやいや、大全丈夫。然全然大丈夫ですよ。ストーリー頻繁に更新しようと思ってるんで、よかっあ、たら。本当ですか。西山幸太郎の偽物アカウントはね、2.1万人。およそ倍。倍です年ね。月ですかね。あ、しかも、ファンページとは書いてあるけど、ほとんど本人みたいな文章の書き方してんだね、この人あ、ね。そうなんだ。内容まではちょっと見てなかっあ、たじんだゃあけそど。の、何？その、最初の説明文？説明文が、ちょっと一目散に越したいところではあるので。そうですね。越せないとね。じゃあ、梅原さん、ちょっと X の方で告知してもらってもいいでなすんか？でだよ、やだよ。だとしたら俺このファンページの方を告知 するやわ。めろよ 意味わかんないだこれでろすって。う。やめてください、ちょっと。インスタね。まあ、そんなこともある、形で。今日も始めていきましょうかね。お願いはい。します。それでは、そろそろ出勤のお時間です。テレビアニメ、新しい上司はド天然。新しい新しいララジジオオももドド天天然然ででしした。た。テレビアニメ新しい上司はド天然、城崎雄星役の梅原裕一郎です。そして百瀬健太郎役の西山幸太郎です。テレビアニメ新しい上司はド天然についてお届けする番組、その名も新しいラジオもド天然でした。最終回でございます。出勤いたしました。皆さん、おはようございます。アニメが最終回を迎えたということで、ラジオの方ももう今回で最後の出勤となります。あら、退職？そう、いや、続いていきますから、エンドレスストーリー。ああ、ラジオは今回で退職まあということですね。ね、そうなりますよね。まあ、ひとまず一区切りみたいな感じになるんですかね。まあ、前回はすごかったですね。もうゲストのお三方来てくださいましいた。やー、もうスケジュール なんで会っちゃったというね、か 杉す田ごいです智ね。和こんな会うこさとあん、るんです福山ね。潤さん、下野紘さん、この3人が
うん、ね、まあ、朝10時からラジオ一緒に撮ってくださって、ね、いやすごいですね。でもまあおっしゃってましたけど、まあ、イベントの予行演習というか、うん、そうですね、そんな感じにもなりましたけどね。ああ、うん、あ、ちょっと、あ、やばい、何ですか、うん、すごい、はい、なんか福山さんたち3人でテンション上げてくださったじゃん、わーって。で、ありがとうございましたって解散したのに、今すごいダウナーで今やってないな、どちら、なんか、え、あ、先輩の教えを、こうでありたいみたいな感じで終わったと思うんですよ、僕もう本当こういうはつらつな感じでいきたいっていう気持ちのまま終わったと思うんですけど、第一声からね、なんかぬるっとしましたけどね。ぬる、なんか2人ってダメなんだと思う、なんか、あ、1人だったらもうちょっとテンション上げてますね、石山さん、はい、やっぱ梅田さんが引っ張ってる、このダウナーの空気下に引っ張ってる引っ張り上げてるじゃなくて引きずり下ろしてる方ね。冗談ですけど、うん、でもなんかついつい落ち着いちゃう。何ですか。落ち着いてしまう。落ち着いちゃいますよね。落ち着きますね。それはそれで。あんま爆上げでラジオやったことねえな。逆に考えたら。ああ、村さんないかもしれないですね。うん、まあ初めの頃ぐらい、デビューして間もない頃ぐらいじゃないですかね。だからもう今更できないよね、やっぱり、ね、確かにあいつちょっと変なスイッチ入っちゃったみたいな、頑張りすぎるのに見えちゃいますから ね。まあでも最初もこんな感じでスタートしてますから、終わりもこんな感じで、まあいいんじゃないですか、ね、やっていきたいと思います。更新日クリスマスイブということでございますけれども、あ、そうそう、あのお土産結局ね、柚子胡椒と明太、売れ残っちゃったから、売れ残ってないのよ違うでしょ、え、柚子胡椒と明太高菜、あの下野さんに片パンをね、お渡ししたんで、この2つ片パンが良かったな、片パン食いたかったな、俺も、やっぱりなんならでも片パンは、あの向こうの KPF のスタッフさんがくれた意識に一つ入ってたものだったの、僕が買ったわけだよね、買ったものではなくてそれを下野さん知らないじゃん家にまだあったから、あ、やばい、ちょっと3つぐらいはちょっと用意できるなと思って3つちょっとって入れてきて、この柚子胡椒と明太高菜はマジで梅ちゃんのためだけに選んだもの。本当ですか、はい、じゃあいただきましょうかね、はい、もらってください、ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しいと思うし、あの料理とかね、そういう時にこれおでんとかね、あ、おでん合いますね、柚子胡椒入れたりとかいいし、明太高菜って、うん、何に使えるんだろう、ご飯と一緒に、あ、ピラフいいね、うわ、チャーハンとかも超美味しいでしょう、ね、それはいいですね、うんうん、ありがとうございます、ぜひぜひちょっと料理のね、一品にしてもらえたら嬉しいな。3月3日までの賞味期限なのでね、冷蔵庫に忘れないように、はい、気をつけといてくださいませ。柚子胡椒の方が4月まで持つんだ、あ、そうなんだ、おうおう、ありがとうございます、ぜひぜひ使ってくださいませ。それでは始めていきたいと思います。ドテネリスナーの皆さんはこの番組の感想を SNS にどんどん書き込んでください。この番組のハッシュタグはハッシュタグドテネラジオです。ではそろそろ始業時間です。ドテネラジオ最後までよろしくお願いします。テレビアニメ新しい上司はド天然、新しいラジオもド天然でした。さてさて、早速本日の業務に取り掛かりましょう。アニメは11話目とそして最終話の12話目が放送されていますが、まずは最終話直前の11話目、どんなお話だったんでしょうか。あらすじ、梅原さんお願いします。はい、11話目のタイトルはお家の中探索にゃ。うん、多くの乗降客が行き交う駅構内で巨大な広告を見上げている百瀬と城崎、うんうん、ついに百瀬が初めて作った水族館の広告が公開される日を迎えたのだ。水族館に向かう道中、百瀬は近くのカフェで元上司の黒野に似た男性を見つけてしまう。館内に入っても何かと黒野のことを思い出してしまう中、一緒にいた城崎は怪しい男がいることに気づく、うん、その男が持っている封筒には百瀬が元いた会社の名前が書いてあってとのことですね。なるほど、気になる、あれか、物件探しの話とかから始まったのかな。そうですね、やっぱ百瀬がいつまでもここにいるわけにはいかない、主任に申し訳ないという気持ちがね芽生えてきてはいはい、はい、だからそこで離れ離れになる決意をするわけですよね。あ、不動産屋さん、住田さんって名前でしたっけ。住田さん、いや、テンション高い住田
さんもなかなかパンチ効いたキャラクターでしたけどね。話聞いてるのか聞いてないのかわからない。聞いてないですね。ありますもんね。なるほどね。あ、そして白桃が、うん、白崎がなくしたボタンを探しているという話もありましたね。可愛かった。でボタンは結局ね首輪に引っかかっていたと。なんとも可愛らしいエピソードでしたね。そしてその後あらすじにあったような水族館の広告の話が出てきて、うん、黒野に似たやつがいたと。やっぱ百瀬は直視できませんからね。もうちょっとでもこう自分の会社がよぎるというかだけでもカッてこう緊張感が走るという、やっぱりそこは根深いものがあるんだなというふうに感じますし、そこの描写が結構ねちゃんとシリアスに、そうですね、やってましたね。描かれていて、あ、物語がクライマックスに進んでいるんだなと感じましたね。辛い思い出ばかりだった街が今夜はキラキラと輝いて見えた、いいですね。で最終的にやっぱあの黒野さんだと思っていた人が違う人で、同僚だったということだったんですね。なるほどなるほど。元同僚の藤原さん、ああいろいろあったな本当に。そうですね。ね、あのこれちょっと時空の歪みで我々まだ本編見れてない状況なんですけれども、あれ11話のあれか、最後があれか、隅田さんから電話かかってきて終わったんかな。そうだそうだ、確か気になるところで、引きがね、何があったのかしらというところで、あんまりこの作品でなかったじゃない、その1話またぎでさ、ああそうだね確かに、なんかこう引きで終わるみたいな、毎回さ、もう本当に毎回最終回でもいいぐらい素敵にお話が終わっていくじゃん、の中で最後11、12話と畳みかけてきますね。気になりますね12話が。はい、でそんな最終話12話、もう皆さんご覧いただいてると思います。あ、そうかそうか、そうか、そうなんですよ、放送後なんだよねこれね、昨日ですかね。ではでは、どんなお話だったんでしょうか、あらすじを梅原さんお願いします。第12話のタイトルは行ってきます。近所の提案により4人でプレゼントを持ち寄ってクリスマスパーティーをすることに。百瀬は引っ越し先を決めるために日々物件探しを続けていたが、楽しかった白崎との生活が終わってしまうことに寂しさを感じてしまう。パーティーを楽しんだ翌日、たくさん悩んだ末前に進むと意を決した百瀬は不動産屋に電話をして引っ越し先を決めたのであった。そしてついに引っ越しの日を迎える、という最終回ですね。まずはクリスマスパーティーがございましたね。本当季節にぴったりですね。確かにこれ本当だね、放送時期ずれなくて本当良かったですよ ね。それは本当たまたまなのかな。いやでも計算されてたんじゃないですか。 なるほどね、そうなのかな。よかったよかった。クリスマスパーティーね、本当に楽しそうだった。もうみんなでプレゼント交換会で、ことをやってましたね。百瀬から青山はハンカチ、確かに泣くからねすぐね、近所から白崎はふわふわのルームウェア、白桃になった気分になれる。なるほど、それから白崎から百瀬が手編みのマフラー、これ意外でした。手編みのマフラーってすごいよね。手編みのマフラーって割とあれじゃない、本当にもらって嬉しいっていうか、その信頼関係がないとさ、できないことだよね。重いイメージになったよね、なんかいつからかさ。そうですね、なんだけどすごい嬉しそうだったね、まあ、百瀬は。そして青山から近所に熊手ちゃんグッズかと思いきや高級な飯入れプラスでっかいリボンプレゼントは私。癖ありですねやっぱりね。なるほどね、盛り上げてくれますよ本当に。そしていよいよ引っ越しはクリスマスの日に決定すると、あ、そっか、ここまで白崎は引っ越し先知らないんだもんね。そうだね、そうだよね、まあだから本当の場所を知らずに勘違いしていて、住むところが遠くに離れてしまったと思い込んでいたんだよね、なんだけど、実は、隣のアパートでした。そんなそんなシュニーンって言ってましたからね最後ね、普通に手振ってね、会話ができる距離という。めちゃくちゃ素敵だな。でもさ、この勘違いする前までの主任の、はい、主任と百瀬の玄関でのやり取り、超良かった。ああそうね、まあ本当に本音というかね、そういうところもありますし、
いや早く言えよ。もうもせ。いやいや、もう言ったと思い込んじゃってんだよね。そういうことか。知ってると思ってた。だからまあ、もも瀬としては、うん、あ隣に、うん、隣に引っ越すにこんな寂しいと思ってくれるんだっていうものもあったのかもしれないね。本当に百瀬の足をつかむ白崎 ありましたね、あれキュンポイントだったな。で言葉をしっかり伝えてくれるじゃん、あの時、ね、白崎って、まあ、要所要所大切な場所では気持ちを伝えてくれるのが熱いんですよね、この作品で。そうだね、まあ、言葉数はねそんなに多くはないキャラクターですけど、ちゃんとした気持ちは伝えられる人ということですかね。これ感動のシーンだったと思います。ちょっと僕たちもね、アニメーションで、テレビで見られるのを楽しみにしております、どんな感じになるのか。はい、というわけで最終話でございましたけれども、改めて作品全体を振り返ってみて、はい、梅原さん、まあ、ちょっとこのタイミングでまだ全然見れてない状態ということも踏まえてなりますけれども、いかがでしたか。そうですね、まあ、この作品って、まあ、SF でもないですし、別に魔法が使えるわけでもないので、こう現実と地続きな物語ですので、まあ、アニメーションってどうしてもやっぱファンタジー要素が増えてくると、まあ、それはそれで楽しいんですけど、何かこう地に足のついた役って意外と少なかったりというか、自分の生活の延長線上にある役って結構少なかったりするので、そういった中でこの役できてよかったなと思いますし、まあ、僕自身、昔は会社で働いていていましたので、なんかそんな懐かしいななんて気持ちもあったりとか。カラオケ屋だろ。カラオケ深夜バイトだろ、ね、オフィス行ってないだろ、はい、じゃあどうですか西山さん、モーセを演じてみて。はい、聞こえてなかったかな。そうですね、まあ、私としましても、こうまあ、リアルの梅ちゃんが言った通り、こう延長線上であって共感できる部分だったりもたくさんありながら、ド天然ってすっごく周りを和ませる力があるんだなと思って、すごく周りを幸せにしてくれるなってのもあったんで、もし自分がド天然かましちゃった時も周りが笑顔になってくれるものであれば、自分を許してあげてもいいのかなと思って。気をつけてください。厳しいなね、できたらいいかな。言葉の言い間違いだったりとかもさ、言葉さ知らないとかさ、そういうこともなんかあいつ可愛いやつだなみたいな感じで思ってもらえたら、学がなくともってことですよね。物事を知らなくても可愛がってくれと、そうですね、僕さこの前厚顔無恥って言葉をさ下ネタだと思っちゃった一回。まあ音だけね、普通はまあ漢字が出てきますけど、無知はなんだよ。じゃあ下ネタだとしたら、いや無知でパンパンみたいな、そういうこと。あそういうと思って、めちゃくちゃ怖い拷問じゃんみたいなの思ったことがあって、あ、何、この方はなんで今こんな恥ずかしい言葉を言ってるのみたいな。まあそんなん拷問無知だよって言ってて、恐ろしい拷問が始まってしまうみたいなこと一瞬思ったんですけど、癒されました今その天然に。ならよかった。番組内で読むことはできなかったんですけども、たくさん感想メールいただいていました。本当に本当にありがとうございました。というわけでアニメ最終話まで振り返りました。テレビアニメ新しい上司はド天然、新しいラジオもド天然でした。ド天然ラジオ、続いての業務はこちら。もう一回お願いします。すいません、ド天然で許してもらえないですか。もう一回お願いします。ド天然ラジオ、続いての業務はこちら。どのコーナー。百瀬の上司白崎は度がつくほどの天然なのですが、リスナーの周りの人にも度がつくほど丸々な人がいるんじゃないでしょうか。エピソードを募集していました。このコーナーも最後になります。
最後はどんな動画来ているんでしょうかということで、美咲さんです、うん、私の母親は度がつくほど不思議な人です。我が家ではサンタさんが寝てる間にプレゼントを置いてくれるシステムが中学生ぐらいまで続いていたのですが、うんうん、高校生になった年、夜突然母親が部屋に入ってきて、今ちょうどサンタさん来たから受け取ってきたよと、近隣店舗の包みを渡されました、うん、高校生になったから秘密を明かすわけでもなく、そんな宅配便みたいなと困惑のクリスマスでしたということですね。まあサンタさん、まあでもね、その年齢までやってくれてたっていうことですよね。どうですかサンタさん、信じてましたか西山さんは。いや今もいますもんね。あそっちか、そっち系の人か。いやまあね、はいはい、いいじゃないですか。じゃあ今年何頼むんですかサンタさんに。電動自転車あそうですか、欲しいな、うん、自転車、うん、10万ぐらい多分すると思うんですよ。10万から15万とかしちゃうと思うんですけど。 あれですか、タイヤがちっちゃいやつですか。ちっちゃいやつがいいかなと思ってるんですよ ね。なんだかんだ小回り効くのって、うん、電動自転車とか、まあ、車よりあんまり駐車場とかもね気にしなくていいことの方が多いのかな、もしかしたら。ちょっと100円ショップ行くとかさんじゃん、はいはいはい、ちょっと離れた、うん、ちょっとファーストフード行くとかの時とか、うん、ささっとこう行けるじゃない。あ自転車をサンタさんに頼もうかなと思っております。はい。村さん欲しいものあります？今ですか？はい。なんだろうな。サンタ？うん。サンタに頼むとしたら？別に欲しいものないんだよな今。なんだろうな。こたつ買うか悩んでんだよね。こたつか。うん。このうちのリビングにですか？はい。おお。あでも良さそう。なんか冬はさ。うん。まあ、寒いというか、まあ、寒くはないんだけどまあ、ね、家の中だし、ね、ちゃんとしてては寒くないんだけど、うん、なんかこうダラダラしたいなっていう気分になって、とことん、そうこたつを買おうかなと思ったんだけど、うん、終わりじゃん。終わるね、うん、こたつ置いたら。確かに。低いやつ、ローテーブル、それともローテーブルね、うん、あ確かに。そうだからちょっと怖くて。確かにな、終わるね。終わるんだよ、うん、そっから出れなくなってずっと寝てるもんね。で結局多分夏も置いてあるんだよそこに。確かにね。そうだから生活が終わるからやめてるんだけど、うん、まあ、サンタが持ってきたのはしょうがないしょうがないねそれはだからこたつかな。あ、いいですね、それも、うん、季節があっていいじゃないですか。お次、腹ペコ青茶さんです。ありがとうございます。私の同級生は土天然です。大学生の時に部活動紹介でインタビューがあり、うん、今年の抱負を漢字一文字で表すならという質問があり、うんうん、それぞれ答える中で同級生はチャレンジと答えたのです、うんうん、漢字でもないし英語だったので周りからそう突っ込み、その後に考え直した結果攻撃の攻と答え、うん、そこは挑戦の挑じゃないんかいとそう突っ込みを食らってましたあ確かにとのことですね。うんいいですね、攻撃の子。すごい今乾いた笑いをしました、ね、いや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 、何ですか。誰も思ってなかったですよそんなこと。上原さんだけですよ気づいたのは。本当ですか、うん、なんかこのコーナー始まってから目に光がないですけど。いやいやごめんなさい、本当ごめんなさいなんですけど、はいはい、ちょっと今違うこと考えちゃった。何ですか。本当ごめんなさい、メールに本当集中するべきだったんですけど、困りますよ。あの明太高菜、それ冷蔵庫で保存してたかったなと思ってさっきなんか裏面見てさ、よう冷蔵って言ってなかった。あいやいやいや、冷蔵庫開けたら、いや大丈夫大丈夫、直射日光高温多湿避けてたから。あよかったよかった、冷蔵庫じゃなくて大丈夫。あ冷蔵庫じゃない、うん、だしこれ密封だから。あ平気、うん平気だと思う。あよかったよかった。あー危ない危ないそれを考えてたらこのメールにちょっと薄ら笑いしちゃったの本当にすみません、本当にこと土天然で本当にすみません土天然すぎて。いや土天然というよりか本当もう心ここにあらずでしたもんね。本当にごめんなさい。ちょっと梅原さんがこれを食べて次の日お腹壊しちゃったらどうしようっていう方が先にちょっと買っちゃった、あ本当。じゃあ持って帰ってくださいこれ。いや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 、これ大丈夫なんですもんだってて、まあね、要冷蔵じゃなくても。要冷蔵じゃなかったです。柚子胡椒は要冷蔵かもしれないな。え本当、高温多湿。あよかったよかった、じゃあ大丈夫ですね。うんでも攻撃の攻も面白かったですね。無理無理無理、挑戦じゃなくて攻撃の攻っていう、もう無理ですね、部活動紹介の話ですよね。無理です無理です、めちゃくちゃ素敵です。無理ですね。いやいいですね、やっぱり近くにありますね。腹ペコ青茶さんのメールはちょっと、うん、
読んでなかったですね。聞いてなかったですね。伝わってます。伝わってました。めちゃくちゃ伝わってました。ありがとうございます。まあ、最終回なのにねこんな感じで終わってしまうのはちょっと本当不本意なんですけれども本当すいません、まあ、しょうがないですね。目の前に変態高があるせいで、はい、すいません。白崎のド天然にも負けないいろんなドな人のメールご紹介しました。ど失礼、本当ど失礼、本当すいませんでした。はい、謝ってください。以上ドのコーナーでした。すいません。テレビアニメ新しい上司はド天然、新しいラジオもド天然でした。続いての業務はこちら、胃に優しいトークテーマ。僕たち2人がトークするためのテーマを募集しました。ただし僕たちパーソナリティの胃がキリキリしないように胃に優しい簡単なテーマで募集しました。ルールは2つ。その1、簡単な単語。その2、2人が演じる役名白崎百瀬にちなんで白いものもしくは桃色のものでございます。こちらのコーナーも今回が最後です。ではでは、トークテーマはくじ引きにて決めるそうです。梅原さんお願いします。じゃあこちらで最後の、テーマはのんさん、ウーパールーパーかっこ桃色。おー、ウーパールーパーね。ウーパールーパーかっこ桃色。確かにかっこ桃色かも。桃色、あ、まあ桃色か、ピンクな、そうだね、透明のような。なるほど、うんうん、あ、じゃあもうこれについて、はい、分かりました。はい、はい、おお、ウーパールーパーね。じゃあスタートしますか。はい、いきますよ、はい、トークテーマはウーパールーパー、スタート。ウーパールーパーって流行ってたのいつなんですかね。いや、それこそ僕らが本当に幼い頃じゃないですか。もっと前な気がするな。すね、ーーあの昔漫画で見たな。それこそあの前回、はいはいはい、あの杉田さんも言ってましたけど、清水で有名なちびまる子ちゃんの漫画でウーパールーパー出てきた気がするよ。あのウーパールーパーってあれ成長すると、あ、どうなんの？ものすごいいかつい感じになりますよ。大きくなるんだ。ああ。ずっとあのままじゃないのかな。なんかね、え、なんだっけな、突然変異しちゃうみたいな、なんだっけな、なんかね、すげえ本当ただの結構グロいトカゲみたいなんだよね。あ、そうなんだ。茶色い、へえ、茶色いというか浅黒いみたいな。脱皮とかするのかな。なのかな。へえ、あ、知らない。あの、うん、じゃあいわゆる僕たちが知ってるのはまあ赤ちゃんとか。赤ちゃんなのかな。あ、子供ぐらいの時の。確か、うん、なんかね、うん、あれ結構。びっくりする見た目。へー、いやでも可愛いよね。あれ癒されるよな。まあそうですね。ウーパールーパーキャラクターしたものとかあったもんね、結構。おお、そうなんだ。うんうん。あります？写真。大人の姿は？って聞いたことあるけど、これ本当なのかな？いや、わかんない。本当にトカゲみたい。ねえ。真っ黒だ。ねえ。まあ、びっくりするね。それに家の中で急にその子になってたら。ねえ。わー。ウーパールーパーどうですか？迎えてみたいとかあります？いや全然、全然ないですね。でもあれ金魚、金魚一時期飼ってましたけど、 あれ残念ながら、残念ながら寿命が来ましたか。まあ寿命でしょうね、多分ね。まあ水のね、水槽を使う生物って結構大変なんだよね。いやそうだよね。週一では最低でも水替えとかしなきゃいけないし、そうがいいですよね。そう、あとね、いろいろこう、もう32歳ぐらいになってくると、はい、だんだん自分のことも分かってくるじゃん、うん、あの動物そんな好きじゃないあんまっきり言わない方がいい、うん、多分ね、見るのは好きなの、動画とか、うん、別に触れ合うのそんな好きじゃないんだな。でも梅原さんすっごい猫カフェで楽しそうでしたよ、だからあれはもうその場限りじゃん。だから楽しいのよ。あ、それを飼うってなると、あ、そこまでの面倒見の良さないの僕。あ、そうなの、うん、あ、意外だけどね。だから多分飼っちゃいけない人種なのよ。だから最近思った。あ、うん、猫も犬ももう一生飼わない方がいいな、うん、あ、決めましたか。ええ、あ、そうですか。ただ今飼ってんですけど、ね、これいらないいらないいらない。犬と猫ちゃん、ね、いないでしょう。飼ってます。あれ Wi-Fi でしたっけ名前。 Wi-Fi です。犬の名前 Wi-Fi。 犬は違う、犬はパセラ。猫が Wi-Fi。 次ウーパールーパーも買えますかね。名前何にしましょうね。飲むシリカで私の水ですね。
会社ウーパールーパーの名前を飲むシリカって。あ、もう一ついけますか。もう一ついきますか。はいはい、行きましょう行きましょう。最後ですからね。お次がですね、はい、愛さんです。雪。雪ですね。まあ時期的にもね、雪が降るかもしれない。雪か、降ってもおかしくない時期ですからね。では行きましょう、はい、トークテーマは雪スタート。あんま東京降らないよね。言うて降らないね。去年は2年に1回ぐらい降るかなっていう時ですけど、つまんないよ。あと積もんないよね。そう、積もんなくてつまんない。Yes。 あ、なるほど。ワクワクするけどね。まあワクワクはしますけど、やっぱ嬉しいけどね。当日はね、翌日から大変なんだよ。確かに。坂道とか滑るよね。坂道やばいよあれは。ツルツルになるよね。しかもみんなまあそれ当たり前踏んでくからさ、どんどん氷になってさ、そうなんだよ。とんでもないことになりますからね。で、あの雪かきせずこう水で流そうとすると、それが氷になったりがして ね、 ね、めちゃくちゃ危ないんだけど、でもやっぱあのワクワク感はやっぱまだ幼い心あるんだなって思うな。ああ確かにな。綺麗だもんね。うん、雪降った日ってなんかなんだろう、寒いんだけど、うん、あんまり寒さ感じなかったりするよね。外出れるよ ね、 ね、 あれ何なんだろうね。なんか自然、あとなんか飯うまく感じるとかない？雪の日。あ、本当？なんかそれは分かんないや。ポカポカするもの食べてめちゃくちゃテンション上がるんだよね。いいですね、うん、あと雪の日に外出るとめっちゃ静かですよね。静か、やっぱ吸収するのかな。吸音性があるんじゃないですか、雪積もると。わかんないですけど、いや、いいじゃないですか。今年は降るんですかね。でも今年割と暖かそうな空気感ありますけど、降るどうなんでしょうか。どうなんだろう。じゃあ降ったらちょっと、じゃあ雪遊びでもしますか。なんか鎌倉作ったりします。そんな降らんだろう。間違えた。まだ雪だるまぐらい。まだね、鎌倉はちょっと言い過ぎたわ。鎌倉は相当かき集めないとダメだね、じゃあ雪だるまだったりとか、白桃とか作っても可愛いかもね。あー、作りやすそうだね。ねえ、それなんかちょっとハッシュタグとかでみんなつぶえてくれたりとかしたら超テンション上がっちゃうな。いや、でも雪合戦でしょやっぱり。怖いよあなたとやるの。中に石詰めます。いや最悪。胃に優しいトークテーマ。胃に優しいトークテーマでしたね。失礼しました。やめてください。なんかもっと中に、なんかお菓子とかにしてよ。ああ。なんかサプライズの。硬そうなお菓子じゃないですか。攻撃力のあるやめて。攻撃を考えないで。中になんかあれじゃん。なんかお年玉とかでもいいし。なんかすごい成金の遊びなんですよね。確かに。中に投げちゃダメよ。中にお札入れて、お菓子も投げつける。お菓子もお金も投げちゃダメね。ダメですよ。まあどうでしょうね。もしかしたら今雪降ってるかもね。クリスマスですから。ホワイトクリスマスなんて、なんかでも降るかもみたいな噂聞いたことあると思うけど、気がするんだろうな、年末に。わー、ということで、はい、今2つやりましたが、終了。 おかげさまでなんとか、まあ、ギリギリ胃がキリキリせずにやってこれました。ありがとうございます、はい、以上胃に優しいトークテーマでした。それではここで土天然ラジオ広報部からのお知らせです。新しい上司は土天然の最新情報をお伝えしますのでチェックしてください。まずはパッケージ情報です。新しい上司は土天然ブルーレイ &DVD の発売が決定しました、1話目2話目収録の第1巻は12月27日水曜日発売です。今週ですね。完全生産限定版には2024年5月19日日曜日に開催されるスペシャルイベントの昼の部の優先販売申し込み券が封入されております。ちなみに夜の部の申し込み券は第2巻に封入されていますので合わせてチェックしてください。その他豪華特典満載ですのでお見逃し。続いてグッズイベント情報です。アニメートにてテレビアニメ新しい上司は土天然フェアが1月8日月曜日まで開催中です、期間中対象商品をご購入ご予約で書き下ろし特典ブロマイドをプレゼントしています。着物に身を包んだ主任たちの新規書き下ろしイラストは必見です。フェアに合わせて新規グッズも多数展開中で、書き下ろしグッズはもちろん、くまってちゃんのボア付きブランケットやミネット、くまってランドのボールペン、かわいいミニキャラアクキーなど様々なグッズを用意しております。詳細はアニメイターホームページをチェックしてみてください。さらにステラマップカフェにてコラボカフェ白桃カフェがただいま開催中です。主任が煮込まれた
主任が煮込まれた煮汁スープ気になる。どういうあれなんですかね、うん、見た目なのか、主任が唐辛子と間違えて用事かけちゃったたぬきそば、白桃のツンデレパフェ、くまってちゃんの蜂蜜攻めケーキなど、作中に登場した料理やキャラクターをイメージしたコラボメニューを多数ご用意しております。どう表現するんでしょうかね、あ、そうか、主任が煮込まれたってあれか、うん、言い間違いかなんかであったよね。そうそうそう、打ち間違いかありましたね。新規書き下ろしグッズやミニキャラグッズ、はい、特典プレゼントなどグッズも盛りだくさんでございます、うん、秋葉原のソフマップ秋葉アミューズメント館7階にて1月8日月曜日までの開催となりますので、皆様ぜひぜひお越しください。はい、また白桃のラインナップが盛りだくさんのアニプレックスオンラインくじが本日よりスタートしております。 S 賞は3話目に登場した主任のスリッパに入っている白桃を再現したスリッパ&ぬいぐるみチャームとなっております。その他の賞も新規書き下ろしイラストの日常で使用できるプレートやマグカップ、ハンドタオルなど様々なグッズラインナップで展開しておりますので、詳細については作品公式 X にてご確認ください。ぜひくじを回して可愛い白桃をゲットしてくださいね。以上、広報部からのお知らせでした。といったところで、テレビアニメ新しい上司はど天然、新しいラジオもど天然でした。最終回、そろそろ終業のお時間です。はい、最終回も温泉プレミアサポーターになっていただくと、サポーター限定のおまけトークも聞くことができます。うん、本編収録後に話しきれなかったことなどをお話しします。ぜひサポーターになって最後までお楽しみください。というわけで最終回でございました、はい、ラジオね、ここまでお付き合いいただいて本当にありがとうございました。なかなかこう作品のラジオでこうがっつり毎回こう紹介させてもらいながらできたというのは、こういう機会設けていただけることあんまなくて、僕はだから嬉しかったです。作品ラジオ、作品で、そうなんですね、はい、ありがたかったです、嬉しかった。はい、村さんどうでしたか。いやいやいや、楽しかったですね。いろんなものをいただけて、今日は高菜と柚子胡椒ということで、前はねお茶なんていただきましたけれども、あ、そっか、このラジオが、まあちょっと一区切りついたということは、もう土産も買わずに、そうですね、ってことなんですかね。僕もこのラジオの間に何回か地方行きましたけど、ね、はい、お土産ラジオの復活を強く望みます。お土産を渡すために梅原さんからお土産をもらうためも一つあります。あ、なるほどね、はい、よかったら皆さんね、ど天然ラジオでまた皆さんの感想だったり聞かせてください。よろしくお願いしま します。皆さん良いクリスマスを、そして、ね、良いお年を、お過ごしくださいませ。それではど天然ラジオ終業のお時間、お相手は白崎優生役梅原雄一郎と百瀬健太郎役西山幸太郎でした。お疲れ様でした。